全域に非常事態宣言が発令されています。住民は至急最寄りのシェルターへ退避してください。何これ、ううん、隠れてるだけ。反逆者を待ち伏せてるにしちゃいわ、たとえ罠だろうが正面突破するしか。誰か一人こっち。よう、ユイト。ナギ、どうしてこ、どうして。偉大なるニューヒムカに逆らうクズども。ナギと私たちを戦わせるのが。そんなのダメだ。俺たちが戦う必要なんてな。それから人格矯正を解く方法を探そう。はあ、寝ぼけてんなよ。これからの、もしかしてユイトの。え、なあユイト、お前の脳みそ。なんて力だ。人格矯正だけじゃな。なんで戦いたくなきゃそこに突っ立つ。すぐに首飛ばしてやるからさ。ナギ、どうせ抵抗するんだろ。死んであがけよ。もっと俺を楽しませろ。力が溢れてくる。気分がいいぜ。チャクラムの動きをやりきれないときは俺の超能力を使うといい。何の超能力は飛躍的に高まっています。一瞬でも躊躇すれば命取りです。ユイトを殺させはしない。ナギを全力で止めるぞ。お返しだ先生。体質的に合わないって言われてたはずなのに。おそらく脳への悪影響などお構いなしで。痛え、痛えよ。超能力強化のためにつけさせられたのでしょう。そんなの痛すぎる。人を何だと思ってるの。お前が、お前が死ねば。みんな大丈夫か。どうだこの力。ナギ、どうしたの。一瞬に押すぞ。ナギもかなり負荷がかかる。
謝るなよ。お前は何も悪くない。戦いたくなかったのに、お前殺せって従わない。だから抗うほどに繰り返し人格矯正が行われたのだろう。俺は大丈夫だ。だから凪が自分を責める必要はない。なんでこんなことに。やっと憧れの海抜群に入って。そうだ、もし死ぬときはカイと戦ってかっこよく散るんだって想像してさ、俺もヒーローになんで。それがどこで間違ったのかな。ああ、ユイと、どっちにしても死ぬんなら俺どうすればよかったのかな。凪、凪、なあ。